どうもこんにちは、しゅんじです。前回アニアキングダムで登場した恐竜軍団のフィギュア一気に、ご紹介したんですが、今日は恐竜軍団と激しい戦いを繰り広げた動物たち、イカズチ丸はいなかったけど、こちらのフィギュア一気に見ていきます。まずはアニアキングダムといえばこの3体、大花インコエディにコツメカワウソルッタ、僕と同じ関西弁を喋る四つ指ハリネズミのハート、小さい頃からのお友達のこの3体がメインキャラクターですよね。エディ恐竜軍団とのこう戦いの中でルッタを助けるために、あのダークフレームの声を真似してね、こう喋って、するとですね、こうラプルが騙されて、こうあっち行ったりこっち行ったりね、してて大変なことになってたんだけど、めちゃめちゃ面白かった。エディの体は緑色なんだけど、こう綺麗なね、柄、翼を広げるとね、はい、まあ内側もね、綺麗なね、塗装がされてて、またこう広げることによって、こう飛んでるポーズでセットできるようにもなってましたね。ルッタ体小さいんだけど、すっごい勇気があって、僕が大好きなモーササウルスのモーサとね、2回戦ったんだけど、負けてませんからね、この体でモーササウルスに勝つっていう、すごい。体横にハートの柄のあるハート、ルッタとね、いつも言い争ってばかりいるんだけど、まあ本当は仲良しっていう。まあ、またね、関西弁なんで、ちょっとこう親近感があってね、僕大好きですね。フィギュアが入ってる箱後ろにこれね、グラフがあるんだけど、この3体グラフの数値もバラバラなんですが、攻撃力が一番高いのどれかわかりますでしょうか皆さん。これパッと見はね、ハートなんじゃないっていうね、こう体張りになってるからね、毛の部分が。そう、この子ね強そうに見えるんだけど、攻撃力が一番高いのはルッタですね。2で、残りの2体は1、あんま変わんないけどね。1なんですよ。で、ルッタが一番強くて、で、防御力が高いのはハートなんですよね。で、このエディは何が特化してるかっていうと、戦略で賢いんですよ。迫ってきたラプル騙してましたからね。それぞれの能力がバラバラなんで、こう一つにまとまるとめちゃめちゃ強いっていうね。最強の、ね、こうグループでしたよね。こちらはインドサイのサイラス。ワンピースのゾロのような感じで迷子になるんすよね、毎回ね。もうどこに行ったのかわかんなくなっちゃうっていう。みんなに心配をかけるサイラス。後ろから見てこれお尻ね。かわいいね。ボテッとしたお尻がかわいくて。鼻上の角を使ってこう突進して、こうなぎ倒していくんだけど、アンキロサウルスのゴッツと戦って、引き分けでしたね。惜しかった。こちら、ゴリラたちのボス、シルバー。シルバー、ムキムキのマッチョで、このドラミングする、ドン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 ってね、ドラミングする動き。あの、大きなビッグアニアでも、こう、シルバーがね、出てたんだけど、あの動き、すごい迫力ありましたね。また、この表情もいいよね。口を開けて、吠えてる表情になってて、まあ、通常のアニアで、このゴリラのフィギュアは、ね、あったんだけど、この、シルバーは、この腕、あと、後ろですよ。後ろに、メラメラっとした、こう、炎のような、こう、柄が入ってるのが特徴。かわいいね、このお尻ね、白くなってて。2体ともね、パワーはあるんですが、サイラスとシルバー、どっちが攻撃力高いと思います？これは、なんと、引き分け。同じなんですよ。攻撃力どちらも4となってて、サイラスは全体的に数値が高いんで強いんですよね。素早さもあって、防御力がなんと5。で、シルバーの方はですね、もう結構偏ってて、防御に素早さが2で、特殊能力が1なんだけど、戦略が5なんで、賢いんですよね。だから攻撃力があって賢いんで強いっすよね。こちらヘラクレスオオカブトのイカズチ丸。いや、これ恐竜軍団とね、ちょっと戦ったりするのかなって僕思ったんだけど、全く関係なかったね。別の話で、ルッタが寝てるそばをイカズチ丸が歩くんだけど、めちゃめちゃ小さかった。さすがにね、恐竜軍団のところに戦いに行っても、ピョーンってこうね、やられちゃうでしょうね。羽の部分の柄、
なんかビチャーってこう絵の具をかけられたような、なんかこの柄がかっこよくて、ヘラクレスオオカブトの特徴的なこの胸郭にもこう柄が入ってて、めちゃめちゃかっこよかったね。はい。で、これ、まあ、頭角も稼働するようになってました。で、イカズチマルが出たから、もうあと何体か、昆虫フィギュア出るのかなと、まあ、キャラ出るのかなって思ったら、出ませんでしたね。もうこの一体のみだったんで、少し残念。ただ、これからね、氷河戦士と戦う話になってるから、その途中で、まあ、昆虫ないか。まあ、途中の話がまたね、間に入るかもしれないから、そこでもしかしたら新しい昆虫、登場するかもしれないですね。ちなみにイカズチマルの攻撃数値はね、どれぐらいだと思います？なんと5 めちゃめちゃ強い。こちらはカワウソ村の長老様、アフリカゾウのエレファです。長老様ご年配だからね、戦いには向いてないんだけど、ブラッキオと、バトルして負けちゃったんですよ。さすがにね、ブラキオサウルスには勝てませんよね。で、このアフリカゾウの色がね、かっこよかった。焦げ茶カラー。そして、この柄がね、なんかこう、なんだ、十字のような、ね、バッテンの傷のような、こう、柄が入ってて、すごい強そう。若い時はね、絶対このエレファ強かったですよ。で、大きな耳にも柄があって、で、これ僕のフィギュアね、鼻ポロンと取れちゃうんす。これみんなどうですか？なんかここがね、なんかダメになっちゃったみたいで、すぐにね、取れちゃうんですよ。長い鼻が、これね、フィギュア動くようになってて、あと、この横に牙があって、かっこいいですよね。長い足に、首が長い、アミメキリンのアミン。なんとアミンはね、長老様が負けたブラッキオに勝っちゃいましたよね。まあ、ただ、長老様がつけたね、傷、に、こう、バン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 って蹴ってね、なんとか勝てた感じだけど、いや、やっぱすごい強かったね。なんもない時はね、優しいんだけど、怒ると、めちゃめちゃ大変なことになってましたよ。結構ね、最後の方はしょっちゅう怒ってたような気がする。長老様、エレファに、アミン、こちらグラフ見比べるとですね、攻撃力は同じなんですよ。4ですね。で、あと、他の数値も、まあ、アミンもね、エレファも同じかなって思ったら、長老様がすごい、もう全体的に数値高くて、マックスなんですよね。だから、ブラッキオにね、なんで負けたのかなっていうような、グラフの数値にはなってました。最後は百獣の王、ライオン、レオニー。ルッタがね、憧れてる、レオニーですよ。前足を少しね、上にこう持ち上げて、上体を起こして、で、ガーッとこう吠えてるような、形のフィギュア。これね、通常のアニアでもこの形の、ライオンのフィギュアあったんだけど、レオニーはね、縦髪が赤色で、あとこう黄色、燃え盛るようなこうカラーになってて、同じ形でも全然違うような感じで、すごい迫力ありましたね。額に十字の傷があって、これ小さい頃からこの傷なのかあざなのかわかんないけど、これあってめちゃめちゃかっこいいですよね。ただダークフレームとこう1対1で戦った時は負けちゃった。結構あっさりなんか、負けちゃったから残念だったんだけど、ルッタと協力してダークフレームをやっつけて、すごかった。いい戦いしてましたよね。レオニーのグラフを見ると攻撃に戦略が5と、賢くて強いっていうね。ただ特殊能力が2と、意外と低かった。ダークフレームと戦って負けた要因なのかもしれない。もうちょっと4ぐらいあってもいいような気はするんだけどね。特殊能力が低いんですよね。今回アニアキングダムで登場した動物たちのフィギュア一気に見たんですが、恐竜たちと比べると動物たちはね、そこまでね、派手なカラーではないんですよ。それぞれね、かっこいいこう柄が入ってたりはするけど、恐竜軍団ね、みんなね、もうすごい派手なね、カラーの柄が入ってたりと、すごかったね。動物たちは少し控えめなね、柄にはなってたけど、やっぱかっこよかった。フィギュアが入ってたこの箱の後ろのグラフを見てね、今回ちょっとこう、いろいろ話したんですが、キャラクターのグラフを見比べてね、まあ、どっちがどの部分強いのかとか、なんかこう、見ていくとね、すごいまたちょっと違った楽しさもあると思うんで、よかったらぜひやってみてください。はい、ということで今回はこの辺で、動物たちの中で好きなキャラがいればよかったらぜひコメントでね、教えてください。じゃ、またね。バイバーイ。